い、こんにちは。時間に追われているフェイチェです。今日はスコア賞の結果報告をしたいと思います。はいはいはい、いやいやいやって感じですけども、本当に時間がなくて、もう今からダンス撮影しないといけないのに、もう普通にダンスもあるのにさ、どうするのっていう話なんですけど、もう何回も何回も言われていたので、やれやれ、やった方がいいんじゃないって、そろそろじゃないって言われたので、スコア賞の結果報告したいと思います。スコア賞取ってからちょうど1年かな、1年経ちます。イエーイ、おめでとうって感じなんですけども、もう1年って感じ、本当にもう3年になってからもう時間の流れがもうシューンって感じで進んじゃって、もうどうしようみたいな感じってるんですけど、びっくりなんだけどね。まあですね、まあ今は背中痛みありますかっていうのなんですけど、ね、大体はないです。正常の時は痛みはないんですけど、やっぱりなんだろう、違和感はちょっとあるけど、もう慣れたらそれにも慣れたって感じ。まあなんか違和感、背中どうですかって言われた時、背中どうだろうって考えたら、あ、ちょっと違和感あるかなくらいだけど、全然日常とかでずっと背中痛いっていうことはないですし、その気になったりもしないんですけど、まあでもちょっと最近私背中調子悪くて、たまに痛くなったりとかして、もうすごい嫌っていうのはありますね。やっぱり私ダンスとかするから、その体動かすじゃないですか。その時もこうやって胸の愛されがあるんですけど、ダンスの習ってる時にもうマジ痛くて、正直もうこれくらいが限界なんですけど、してる曲に合わせたらなんかね、無理やりなんかやってなんかできちゃうみたいなのはあるんですけど、まあそんな感じで、叩かれたらやっぱりちょっと痛い。あれ、わかるかな、こんくらい、こんくらいだったらいいんですけど、まあ、こんくらいだと痛いかも、こんくらいだとってなるので、関係あるのかわかんないんですけど、呼吸した時に心臓が痛くなるっていうか、あばらかなが痛く、ここら辺が痛くなる時があって、こうやって肺に空気ってか酸素空気を入れた時に、で吸った時になんかあばら骨が痛いみたいな、もう背中と関係あるか知らんよ、知らんけど、一応言っとくとすればそれがあるかなってくれ。でもマジで痛くて、本当に痛っってなって、で合唱コンの前の時のリハーサルの時にもそれになっちゃって、もうなんか終わったなとか思ってるんですけど、でもそれって結構3時間で治るので、まあそんなのがあるかなってくらいで、他はねあんまりないかな。結構元気に、まあ私の動画とか見てもらったら分かる通り、ダンスもめちゃくちゃ踊れてるっていうか、めちゃくちゃ動けてるかな、なんかめちゃくちゃ踊れてるって言ったら自分上手いですアピールみたいなので、そんな上手くはないんですけど、動けてる、元気に動けばしているので、めっちゃいい感じです。7月にもね動画撮りまくったんだけど、その時からも全然動けてたので、もう全然大丈夫、痛い痛いって言いながら痛い、ちょっと待って、本当にやばい、今やらせじゃないよ、本当になんかね、背中がビリビリする時、今みたいに、今、そう、めっちゃちょうどよかった、今のタイミング、この動画撮ってる時になってよかったんだけど、ね、ビリビリするんすよ、背中が、たまにね。で、痛い、みたい、うーんってなる。割とそれが痛くて、っていうのがあったりはしますけど、まあ、全然大丈夫かなっていう感じでした。結構ね、スクワンの子からも DM とか来たりしてて、すごい嬉しいんですけど、みんな頑張ってるよねっていうことで、なんかみんな仲間なので、一緒に頑張りましょうっていうことで、全然ね、話してないこととかもあるかもしれないから、あ、てか、スクワンのね、やつ、1万回再生いたんですよ。すごくないみたいな。みんな、もし役に立ってたらめっちゃ嬉しいなって思います。いや、ほんと見てくれてありがとうございます。あんまりね、役に立つ情報あったのかなってはちょっと思うんですけど、まあ、少しでも不安が取れたらいいなっていうふうに思います。はい、こんにちは。ですね、この前ってか、結構前にスクワン症の動画撮って、1週間くらい前から、背中の調子がすごい悪くてね、なんか、やばいの、背中が。私、なんか最近頑張ってて、プランク、あるじゃないですか、こう、ね、やるやつ。あれとかやった時も痛くて、寝る時とかも、あと勉強してる時とかも、本当に痛くて、ずっと。なんていうの?なんか、多分ボルト入れてるじゃないですか。だから多分それが、ちょっと、なんかずれてるんよ、確実に。そう、確実にずれてる、わかんないけど、ずれてる感じがするの。私は。だから、嫌だな、みたいな思って。結構痛くて、それが。そう、だからこの前ね、痛くないみたいな感じ言ったけど、それが痛かったよっていう報告をしたくてね、それを、これ撮ろうかなって思ったので、本当に、急に痛くなったんだから、嘘でみたいになっちゃうから、もし私が、痛くないですみたいな感じでやってたから、なんか嘘みたいになるやん。マジでなんか急、どうしたのっていうくらい。今はまあ、ちょっと良くなったかな。うん、前に比べたら、それが痛みに慣れただけかもしれんけど、なんかそんな感じで、
背中がね、痛いっていうのをちょっと置いといてですね、今ちょっと、ガチで今お風呂入ってきて、最近肌荒れがもう、どうしたのっていう感じなんですけども、頑張ってるんだけど、全然良くならなくて、爪可愛いでしょ。爪可愛いんだけどね、このなんかパーツがなんかどっか行きました。めっちゃお気に入りなんだー。でもすごい邪魔なんだー。まあ、そんな感じなの。だから、ちょっと今ちょっと調子悪くなってるよねってとか、もし寒くなったりしたら、もしかしたら、そのせいかなって思ってる正直。寒いからなんかちょっとなんか、寒いからかなみたいな思ってて。本当にね、調子悪いっす。はい、ということでした。私が今回おすすめしたい香水がありまして、こちらです。じゃーん。こちら。あ、やめてもう。結構王道なのかな。もう本当に好きで、だからこの前もおすすめしたっけ、わかんないんだけど、もう一回おすすめするとすれば、マジでこれを買えっていう話なんですけど、ジルスチュアートの、バニララストっていう香りなんですけれども、もう本当に買ってください。いい加減にしてっていう感じ。もう買わないともうどうしようもないから。どうでもいいよね、この話。もうみんなと話したくてさ、もうずっと話したくてたまらなかったのよ。受験がやばくて、もうみんなお話ししていいもん。でも、遅く話は関係ないけど、話していい？ちょっとだけ語らせてください。もう遅く話の話はもう多分もうしないんで、もう、って感じで、もう暇な人だけ見てほしいんだけどね。もうその受験やばくて普通に落ちちゃうってなっててね。もうどうするみんな。どうしたいみたいな。私はもう勉強したくないけど、今日めっちゃ頑張ったの。多分ワーク30ページくらいしたのね。もう、頑張りすぎじゃないとか思って。本当にやばいよ。どうするどうするみたいになってるので、皆さんもね、ぜひワークいっぱいやってください。このさ、パーツなんかもう、取れました。最近もう本当に情緒がジェットコースターって感じだから、なんでさ、ここに座ってんのっていう話なんだけど、一緒に座れよっていう話なんですけど、今日はちょっと座るスタイルでやっていこうかなみたいな。このさ、パンダ可愛くないですか？本当にね、なんでさ、このすっぴんで撮ろうと思ったかっていうのは、めんどくさかったからなんですけど、ということで、バイバーイ。